ゆりです。どうもひよりんごです。はい、はい、こんにちは、なっちゃんです。なっちゃんもね、今日来てくれて、うん、3人で、なんだろうこれ女子会をしていきたいと思います。はい、もうね、私たち成人してるからね、そのお酒をね、お酒を、うん、なんかダメ、よくない。私も女子感ないから。実は女子感ない、女子感ない、なっちゃんもないから、なんか一人だけほろ酔い感で、今日違う、私たちはこれを飲みながら、うん、いろいろお話ししていきたいと思います。じゃあ乾杯。みんなした。おいしい。うん、良い。うん、よし、じゃあおいしい。だんだんこれ酔ってくるからね、みんな。そう、だんだん酔ってくる様を、ね、お楽しみいただけるとね。そこでね、いただきます。いただきます。なんか釜飯頼んだんですよ、私たち。だけどね、届くのが100分待ちなんですよ。そう、お腹空いた。みたいね、100分待ち。一旦これ下げるね。うん、うん、高い、安い、カリーだからね。うん、お皿ありがとう。Thank you。 一人暮らしってさ、うん、お皿の数がよくわからない、私も。お皿はどうしたの？多いよね、全部買ったの？買った。多いよ。え、多い？うん、一人多いのかな、うん、なんかいろんな多い。みんな一人分、うん、一人分。私どんぶりみたいなやつ一つと、うん、あとお茶碗よりちょっとでかい、うんうんうん、けどどんぶりよりちょっと小さいみたいなやつが一個しかない。あ、うん、私はマジとね、二人暮らししてたから、その分、うん、食器はあるのよ、二人分、うんうん、だけど邪魔、使わないから。なんかあの同棲もしてないのに、うん、お皿2つずつ、うんうんうん、なってっちゃった。うんうん、1回買ったら捨てないじゃん。確かに、うん、捨てれないよね、うん、割れる捨てるタイミングの、うん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 、でもひよりんちは鍋とかしに来るから、うんうんうん、多いんだと思う。結構来てくれるから、うん、どうかどうか多くていいのか、うん、うん、多くていいんだよ。バーベキューだね。バーベキュー。バーベキュー好き？好き。でもちょっと家にいたいけど。家にいたいけど好き。矛盾でしょ、うん、矛盾だね。将来は庭でとかやりたい。別に大きな庭じゃなくてもいいけど、うん、煙が立ってもうつぼされないとか。あー、いいね、つぼされない。なんかさ、マンションだとさ、あれ言われるよね、できるところあるよね。 あるね。なんかベランダっていうか、あ、憩いの場みたいな。そう、広いバルコニーみたいなところで、うん、できるやつもあるよ。なんかうち多分ね、タバコもダメ。あ、私もダメ、うん、え、ダメ。ベランダでタバコ吸っちゃダメ。うん、うちもダメ。あ、ダメなの？今そうなの？みんな多いんだ。多いんじゃないかな。うん、どうするの？その、うん、吸う人どうなんだろう。え、うん、換気扇。うん、家の中だったらいいもんね。うん、家の中で。家の中ダメでしょ。え、ダメなの？え、家の中もダメなのかな。ダメだったらしい。だから私も多分ダメ。換気扇も、うん、換気扇も多分ダメって言ってた。なんか部屋の中だいたい。あ、で、分かった、うん、あれか、吸うか吸わないか、まず最初に決めるってことね、入る前に。それか、もう部屋、壁紙張り替えてもいいから、うん、あ、吸っちゃう、うん、なるほど。なんか、壁紙を張り替えたら OK みたいな感じで、出るときに黄ばみを直してから出る、うんうん、説明されるね。臭い匂いとね、うん、そう、匂いって絶対嫌なのは分かるからね。中でタバコ吸う人無理。いるよね。絶対いっぱいいるの、うん、いるかな。いる。なんかブランドものだからさ。うん。うん。なんか。うん。でもさ、ベッドとかね。うん、あるこういうさ感じで、うん、ソファーとかテレビとかいろいろある、うん、ところで吸ったら大変なことになるよね。うん、だから多分お互い知ってる人とかじゃないとダメなんだよね。ああ、うん、それじゃ分かんないじゃん、自分の匂いとか。知ってないと匂い感じるじゃん。確かに、うん、でも気持たくなんないよ。そんなタバコの話で盛り上がる。タバコ吸う彼氏いたけど気になるのかと、別に、うん、同棲とかしてないからかな。うんうんうん、同じ部屋でしてた？うん、それ結構気づくね。きつい。全然大丈夫だった。嫌いじゃなかったのかな、タバコの匂いだね。なるほど。でも今は、うん、居酒屋とかで帰ってきた服の匂いとか嫌だけど、うん、その人が吸ってる分にはそんなつかないのかも。ああ。どうだったっけ、そんなと、そうなのかな、わかんない。ね、
居酒屋とかにさ、うん、カラオケとか行って部屋臭いと出た時にすごい服に匂いついてる感じするよね。する、うん、するよね、うん、それがさ、知ってる人より吸わない人の方がさ感じやすくない、うん、匂いがめっちゃ臭いの、うん、これでお腹いっぱいになりそう、うん、飲む海鮮丼をね、うん、頼んだんですね。言ったか、うん、海鮮丼、しらす丼、海鮮丼、そう、しらす丼、しらす釜飯みたいなやつと私がイクラ、カニイクラ、うんうんうん、私はウニイクラ、ウニ、うん、カニイクラ、あ、ウニカニイクラだ、うん、すごいわウニも作れます、いいね、家で食べれちゃってやばい、便利だね、便利な世の中だよ、出なくていいんだもん、うん、ね、うん、早くパクパク食べちゃおう、うん、今日何も食べてなかった、うんうん、そういう時ない、休みの日で、あ、うん、朝と昼、うん、食べるのがめんどくさい時、あ、まあ、あるよね、ある、うん、外に行きたくないみたいな、うん、買いに行くのめんどくさい、うん、そう、しかも夜予定とかがあるとその時食べるからいいやってなっちゃう、うん、そうだ、その時夜まで食べるそういう時があるんですよね。一人暮らしの女子って意外と、うん、ひげこもってるよね、みんな、うん、違うの、うん、私はひげこもってる、うん、ひげこもってるね、代表でもさ、一歩も出ない時ある、一日ある、ザラにある、ほんと、え、コンビニも、うん、どうすんの、ご飯、ご飯がスーパーとか冷凍とかで買ってきといて、うん、2、3日分とかはあるから、籠城するわけだ、うん、もう家の中で、そうそう、うん、で終わり、終わり、まあ、2、3日はないかな、うん、なんかさ、うん、自分が望んだ干物生活のはずなのに、うん、病んでくる、一歩も外出ないと、うん、だから出るちょっとだけ、うん、でも、うん、ほんとちょっとその散歩でもいいの一周、うんうんうん、もうそんだけで違う、駅前に買い物行って最近は、うんうんうん、え、ある、うん、嫌だなからってなる時、外出たいなとはあるけど、うん、そこまでは今んとこない、うん、え、最高で3日とか出ない、3日4日出ない、すごい、本当にすごいね、水はウォーターサーバーだもんね、うん、そうだよね、水がある、水があるならそう生きていける、そうだよねだからそんな細いんだよ、いやいや食べてる、食べてる、出ないとやばいって気持ちになる私、うん、うんうん、まあ、それもある、そう、今日出てないなって思って、すごい危機感じゃないあれ、放送やばいってあれ今日出てないんだよ、だからちょっと出る、あ、確かに、うん、でもなんか支度するだけで違うよね、気持ちが、まあ確かにね、メイク、コンビニでもね、そうだね、すっぴんで外出る、出る、出る、マスクどこまで出る、あ、どこまで、街に出かける、無理そうでしょそうだね街に出かけられない、街まではいけないよね、うんうんうん、コンビニは OK でしょ、コンビニ行ける、コンビニは行ける、うんうん、あとどこだ、うん、でマスクって最強じゃんね、そう、マスクつけて、あ、なるほど、カラコンつけてマスクだったら、そうそうそう、もういいかな、あ、確かに、え、街でも、街って何、原宿とか、いや、それ無理無理無理、新宿原宿そこは無理だよ、でも例えばさ、こう、うん、住んでる最寄り駅から、うん、あまりこう、何に人がいない最寄り駅までとかだったら全然行けちゃう、うん、うん、確かにそれは大丈夫、うん、街はダメだね、渋谷、原宿、渋谷原宿はダメだね、怖い怖い、うん、怖いよなんでだろうね、マスクしても無理かも、うん、嫌、うん、だ、ちゃんとしないと、うん、無理かも、無理かも、なんでだろうね、嫌だね、嫌な街、嫌な街じゃない、嫌な街、引きこもりには怖い街なんだ、そう、怖いんだけど、渋谷はマジで迷路だと思ってる、あ、迷路、ね、え、新宿より、うん、え、ほんと新宿にあんまり行かないかも、渋谷マジ怖い、うん、新宿の方が迷路だと思うよ、そうなんだ、うん、へー、じゃ渋谷行ける、新宿行けない怖い新宿渋谷の方が好き、私、あ、そうなんだ、うん、新宿と比べたらね、あ、うん、でも新宿なんかいっぱいお店があるって聞いた、お店はたくさんある、ね、人多いよね、人が多い、とにかく多い、渋谷も多いけど、池袋も多いけど、池袋ね、池袋ダメなんだよね、私なんか人の声が聞こえちゃう、どういうこと、なになに、怖い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 、なにこういう子なのこういう子なの、え、知らなかった、私よりもそういう
コーナーの、あの人の声が聞こえるって何？